はい、今日は皆様の大好きなバンクリーフについてお話ししたいと思います。 Come with me, let's talk about New York。ということでですね、なんかバンクリーフのね、いろいろお話をする前にちょっと最近ですね、バンクリーフからいただいたギフトっていうんですかね、をちょっと紹介したいと思います。これはですね、ちょうど夏にいただいたんですけど、なんかすごく素敵ですよね。センスなんですよ。これは夏なんですね。その次にいただいたのはこれなんですけど、これね、ちょっと開けてみるとわかるんですが、コメちゃんね、あなたにはつけられないのと、もううるさいね。で、これはね、前回いただいたんですけど、宝石を入れる、ジュエリーケースです。で、これはね、皆さんね、いろんな指輪だとか、イヤリングとか、ちゃんと入れるようになってますね。ね、すごく色もね、都会的な色でね、ほんとね、グレーでもないような、グレーとね、このベージュをね、入れたような、すごくね、都会的な色なんですよ。これもね、初めてなんですけども、なんだかお分かりになります？まあ、分かりますよね。これはキャンドルです。で、このキャンドルにこうね、お客様の名前を入れてくださるそうなんで、匂いもいいですよ。皆さん、残念ながらビデオはこの匂いを嗅ぐことはできませんけれども、いい匂いですよ。ねえ、これ美しいですね。まあ、だけどね、これはね、バンクリーフじゃないんですよ。全然他のメーカーで、中にこう書いてあるんですけど、ヘイズ・ウォースティングトンっていうメーカーですね。ウォースってヘイズ・ウォンティングトン。Beautiful! I see, that's why this is estate jewelry. That's why. The center is a sapphire. Sapphire, right? The center is a sapphire. That's a beautiful. Look, look, look.なんかバンクリーやってこんなことをして浮気してたらダメですよ。It's topaz. Oh, topaz. Oh, not sapphire. This is 62,000? How much is it? 62,000. Yeah, yeah, yeah. どうですか? Wow, that is, how much is this? This is 136.That's a beautiful piece. And then also very light, you know? Yes, yeah, light. Very light. 今日はですね、バンクリーフに勤めている樋口純子さんに今日はいろんな宝石のお話を伺います。こんにちは。こんにちは。今日はね、どうもね、ありがとうございます。そうでもないです。ですね、宝石ってもうすごいたくさんあるんですけど、純子さんはね、やっぱり自分でもやっぱりバンクリーフが一番お好きですかね。そうですね、今やっぱり一番、まあ、勤めてるっていうのもありますけども、今つけやすいし、とってもやっぱりステートメントのあるジュエリーだと思います。とにかくね、なぜね、私がね、今日純子さんのお話を伺いたかったっていうと、すごくバンクリーフって人気があって、日本人がやっぱり一番好きなのって言ったら、もう絶対バンクリーフ。そうですね、もうバンクリーフ、カルティエ、シャネルっていう感じだと思うんですけど、そこでね、どうやったらね、一番ね、まあ、皆さんが一番ポピュラーなのものも含めて、どういう、こう宝石なんていうの、バンクリーフの中でもどういうのがやっぱりお買い得っていうか、まあ、なんかすぐだって結構値段上がっちゃうじゃない。一番のやっぱり一番の売れ筋っていうのはどういうのが一番売れ筋なんですか？そうですね、アルハンブラ恵子さんがなさってるハートのものと、あとクローバーの形のものがあるんですけれども、はいはい、それがもうやっぱり大人気ですね。で、特に今このネクストウィーク、バレンタイン、やっぱり赤
あ、買い物がね。そうですね。実はですね、私の YouTube でもう何人の方がこの私のね、いつもつけてるこのペンダントはどこのかとか、もうたくさん聞かれるんですね。でそのために私も答えてたんですけど、でももうこの私の買ったものは実はですね、もう20年以上もっと前なんですよ。なんと20年ぐらい前で、もう今はね、これはもう作ってない。でもあのちっちゃいのは作ってますけれども、いつまでも変わらないものなので、ずっとなされる、まあ、その時にね、いいですよ。あの比べるとなんか値段もなんか上がってますね、嬉しいことに。あとほら、あのこの間のイヤリングももう本当に素晴らしいので、ぜひぜひ。ですけど、あの一番ね、すごくいいのは、あのあれですよね、あのこう形が変わらないっていうのと、それからあとね、値段もどんどん上がっていくっていうのはすごいじゃないですか。まあ、あとそういうふうになんか物がやっぱりたくさん大量生産してないので、例えばどっか あのセカンドリーマーケットでボンボン出てきちゃうものではないので、探せないですよね、なのでやっぱりあの普段なされるものでも欲しいなというものがあったら担当の方にお願いして取り寄せなりあの予約販売してもらってでも手に入れることをお勧めします。あの価格帯としては大体やっぱりあのバンクリーフの、一番売れ筋のなんか値段帯のものだと大体3000ドルから6000ドルぐらいの間がやっぱりアメリカでは、そうですね。ブレスレットとイヤリングとペンダントのセットっていうのがこのブルガリのものじゃなくて、ごめんなさい、ブルガリじゃないですよ。いやいやいや、バンクリーフですよ。なんでブルガリって言っちゃうんですかね。ブルガリじゃないですよ、バンクリーフ。バンクリーフをやってるんですかね。バンクリーフのものは基本的にやっぱりこのずっとやってられますよね。そうですね。っていうのはずっとやってられるっていうのはもうあんまり外さなくても、そうですね、なんか全然大丈夫ですね。これ本当つけっぱなしなんです。もう歴史的にも120年以上歴史あるジュエラーなので、やっぱりそこまで歴史のあるジュエラーさんってないんですよね、なかなかいないので、やっぱりそこを考えていただいてでもあの長くつけられる、そしてあの結婚指輪とか婚約指輪もやってますので、あのそちらの方もよろしくお願いしたいっていうことと、まあでもね、今はね別にあの結婚指輪っても若い人ばっかりじゃないんで、そうですね、3回とか4回とかって方もいらっしゃいますから、次回もみたいな、ね、次回もね、そうですね、あの離婚するたんびじゃないが、ね、結婚するたんびになんかあの石の大きさを変えていただいて、そうですね、ね、回数をかけられるごとにっていうのもあ、でもあのグレース・ケリーもしてたし、やっぱり著名な方がねみんなつけてらっしゃったので、あ、それで有名だったんですか。そうですね、あとあのウィンザー、ファミリー あのダッチェス・オブ・ウィンザーがやっぱりあのギフトとしていただいてたものっていう、とっても有名な羽のブローチだとか、そうですね、ルビーのミステリーセッティング、あのお花ね、お花のやっぱりあの模様が、そうですね、お花とかお花とかハートもそうですし、クローバー、ラッキークローバー、あとはあとあのフェアリー、妖精、妖精だったり、やっぱりだから夢のあるデザインのモチーフが多いです。大丈夫です。値段はあの日本で買うのとアメリカで買うのとどちらの方が、まあ、エクスチェンジレートにもよりますから、ちょっとその辺はね、今の時は、でもあの一つ一つのジュエリーにあのシリアルナンバーがついてます、チェーンのところに。ですのであのいつでもトレースできますので。そうなんですか。なのでうちで買ったものとかどちら あの支店で買ったものとかっていうのは分かります。今レコールって言って学校があるんですよ。その学校には、まあ、前もって、パリの方または日本の方でもあの担当さんの方にお願いすれば、もしパリに行く時にそこでちょっとレクチャーを聞きたいとかいうことがあってたまたまその時にやっていれば、その学校のいろんな石のことだったりとかセッティングのことだったりとか、いいじゃないですか。そういうレポートで教えてくれるんですか。あの参加ができます。それいいじゃないですか。まあ、ある程度次に、ね、パリに行くことがあったら、そうですね、そこであのバンクリーフで宝石のことを教えてくださるっていうんですけど、これどうですか。チャージになるものもありますけれども、でそれでもなんか楽しいじゃないですか。そうですね、また違うパリを楽しむことができるので、ね、あのね、宝石を訪ねまたそこで勉強する、ね、そういうのもあるそうなので、そうですね、そういうのをもっと利用すると楽しいですよね。あとはあの、絶対にあのやっぱりバンクリーフだって言ったら
さっきの話じゃないんですけど、うん、蝶々とか、はい、お花とか、はい、クローバー、そういうクローバーとかっていうのがやっぱり一つのシグネチャーピースなんですね。そうですね。あともちろん時計もやってますし、そうですね。だからまあ、昔はなんかパフュームも、まあ、今もパフュームもあるんですけども、やっぱりあの持ちは持ち家じゃないですけれども、本当にジュエリーは一つ一つ見ていただくとセッティングもやっぱりすごく綺麗に繊細でできているので、あのジュエリーはね、あの皆さんお買いになるじゃないですか。そうすると今度はペンダント、今度はやっぱり指輪、今度はブレスレットって言って同じメーカーのものをお買いに求めになる人の方がやっぱり多いですよね。そうですね。やっぱりシリーズで、シリーズでね、はい、そうですね。でも単品でも本当に綺麗なので、あの本当にジーンズでもあのラフな格好の時でもペンダント一つしただけでも全然ステートメントになるっていうピースがいいと思いますよ。ああそうですか、はい、で皆さんね、あのもし、バンクリーフを一つお求めになるんでしたら、そのシグネチャーピースを一つ買っていただいて、まあ、それはですねオールマイティで、まあ、ドレスアップした時でもジーンズでもキャジュアルな時でもですね、そうですね、いつでも、大丈夫だっていうので、そういうピースをまずお一つお買いになられたらどうでしょうか、はい、でまずはペンダントで、二つ目はやっぱり次はイヤリングかしらね。あ次イヤリング、イヤリング、やっぱりお顔の近くっていうのがやっぱりとっても映えますよ。そうですよね、はい、女性はあの確かにですね、あの指輪を見るのはなかなか難しいんですよ、うん、ですけどまず皆さんねお顔を見るんで、やっぱりお金をかけるとしたらお金のね、お顔の周りがの一番なんかそうですね、はい、小顔効果になったりすることもあるんですよ。あそうなの。恵子さんのほらあのこの間のイヤリングのように大きい、はい、大きいんですけれども、イヤリングが大きいともっと小顔に見えます。あそうなんですか。小顔効果もありますですってでね、あの皆さんがねブルガリーのもっといろんなことを聞きたいと思うんですけど、まずはあの何バンクリーフですよ。あ嘘が、まずまたなこのなんでブルガリーちょっとブルガリーブルガリー一つ思ってないんです私何ブルガリーブルガリー多分何も思ってないんでそれでブルガリーと思ってるのかもしれないですけどバンクリーフでございます。バンクリーフで、はい、でバンクリーフのあのまあじゃなくても、ずっと宝石をねあのおやりになられてて、宝石の魅力っていうのは世界中でどこにでも簡単に持っていくことができますね。そうですね、はい、財産価値もあるということで、そうですね、で次のジェネレーションにパスできるっていうことですね。そうですね、なんか素敵じゃないですか。そうです、お母様からもらったとか、そうおばあちゃまからいただいた宝石とか、絶対それがやっぱり思い出にも残るし、ずっとその形が変わらない、腐ったりもしない、だから女性が好きなんですね。そうですね、女性が宝石が好きな一つの理由はいつまでも変わらない、変わらない美しさということなんですけどもそうです、ね、はい、で特にねあの親子代々受け継がれる宝石がなんかその、ね、ブランドがなくなっちゃったりすると寂しいですけど、それはないと思います、ね、ですけど、はい、バンクリーフの場合は、そうですね、そういうことも120年も続いてますので、はい、そういうことはないみたいなんですよ、はい。